電気料金が値上げされ、首都圏を中心に夏の節電が呼びかけられる中、自宅でできる断熱への関心が高まっています。こちらの断熱フィルムなんですが、貼ってない方は暑さを感じるのですが、貼ってある方は暑さを感じません。大手繊維メーカーの定人が開発した断熱フィルムは、 室内の明るさを保ちながらすでにある窓ガラスやショーケースなどに貼ることができますまた、遮熱カーテンは温度の上昇を2度ほど抑えられるということで冷房効率を高め節電につながるとしています住まいに関する SNS、ルームクリップでは節電を含むキーワード検索の数が2年前の36倍に増えたほか 断熱も検索数が倍増するなど電気代のかかる夏に向けて自宅でできる対策に関心が高まっています。